40歳以上の人はまあ知ってる人多いと思うんですけども、認知科学者とかですね、機能脳科学者とかですね、いろんな肩書き持ってるんですけど、一番有名なのはオウムの信者の方をですね脱洗脳させた、テレビも当時出てた、オウム事件でもすごく出てた人なんですけどもですね、いろいろ肩書きある人なんですよね。まあめちゃくちゃ個性強い人なんですよ。岡田斗司夫ゼミというですね、このチャンネルの名前なんですけど、もともとドワンゴのですねニコニコ生放送というのがあって、そこの公式コンテンツとして始まったんですよ。もう今から10年以上前になるんですけども、当時はですねそのドワンゴのニコニコ生放送でですね、サービスが始まったばかりの会員向け有料サービスブロマガっていうのがあったんですね。もう本当に世界初のことをいろいろやってたんですけどもですね、それを盛り上げるためにですねドワンゴの会社の方から頼まれて、いろんな人とのですね対談企画をやってました。だからまあ僕の好きな番組をやるんではなくてですね、ドワンゴの局の中で僕の担当分をやるというですね、ちょっと雇われ仕事ではないですけど、そういうのに近いニュアンスがあった時代です。今日見てもらうのはですね、そんな今となっては懐かしいですね10年前の対談動画なんですけども、誰との対談動画かというと、トマベチヒデトさんなんですけども、40歳以上の人はまあ知ってる人多いと思うんですけども、認知科学者とかですね、機能脳科学者とかですね、計算言語学者、哲学者とかですね、いろんな肩書き持ってるんですけど、一番有名なのはオウムの信者の方をですね脱洗脳させた、テレビも当時出てた、オウム事件の時にすごく出てた人なんですけどもですね、いろんな肩書きある人なんですよね。で、今日の対談動画を見てもらう上でですね、どっかというとまあめちゃくちゃインテリなロックンローラー、まあロックンローラーというよりロケンローラーな感じの人だと思ってくれればいいと思います。まあめちゃくちゃ個性強い人なんですよ。そんなトマベチさんとですね、従軍慰安婦問題とかですね、あと児童ポルノ法改正問題とかですね、好きな漫画とか、まあ10年前に話題になってたことをですね、いろいろ社会問題ネタに話し合った、動画です。で、今日はですね、はい、対談ということなんですけども。はい、何話しましょう？お任せします。言うと思った。言うと思ったんだよ、この野郎は。トマベチさんいくつ？僕ですか？はい。54になるところですね。あ、俺。59年生まれなんで。あ、俺58年生まれだから、一応年上ですから、年下なので、ちょっと僕を立てて、今日はリード。僕がリードする。接待するつもりで。接待させてください。じゃあ、何からか、お天気からいきますか。お天気から。もういいリード任さないじゃあ従軍慰安婦問題10分間レッツゴー。俺さ、はい、先に答え言っちゃうとさ、はい、事実が分かんないんだよね。事実が分かんないものにコメントしたら無責任じゃない。はいはいはい、この事実だったらきっとこうだろうな、この事実だったらこうだろうなっていうことは俺いっぱい言える。はいはいはい、分かる。だっていろんな人がいろいろ言ってて、はいはい、大体話聞いてるからね。はいはいはい、だけど本当かどうか分かんないんだよね。従軍慰安婦問題ってその事実をベースにした話と、うん、あと事実かどうかは関係なく海外でこのように報道されちゃって、日本の立場悪いですけど、どうなんすかっていうのと、二つに分かれてるんですか？それはね、その二つ目だったら分かるよ。はいはいはい。橋本さんはもうちょっと外交考えた方がいいねみたいな話でしょ、それって。そうですよね。はい。少なくともさ、総理になろうということを考えてたっていうことは、はい、将来、昔で論やすみたいな感じで。はいはいはい。はい、並ばなきゃいけないでしょ。はい。実際は、その安倍さんを。世界のエスタブリッシュメントとか、まあ、アメリカの大統領みたいな人と並んで、並ばないでしょ、はいはい、実際は安倍さん、オバマさんの前行くと直立不動だとかいう話を聞くけど、うん、本当の関係はしないよ、うん、でも少なくとも外交っていうのは少なくとも対等に並べなきゃいけないときに、うん、最初からその下院議員ぐらいの人たちとかから、ボロクソに、候補担当ぐらいからボロクソに叩かれるようなことを言っちゃ、それは外交下手すぎだから、うんうんうん、だから将来総理を考えているんだったら、もっと外交は考えた方がいいねっていう。それは彼の発言のしくじり方の話で。じゃあ、トモイさんがもしブレーンだったら、うん、どういうふうに助言して、こう、軌道修正しました？俺だったら、はい、おそらく、政権取るまでその話はするなだと思う。はぁ、あ、はぁ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 。だってこれ、うん、政治の話じゃん。うん、現実問題としては、本音で、本当がどうだったかって分かれないわけじゃん。うん、でしょ？もちろん証人たちはいるけど、その証人が本当に世界国際法廷の証人として A クラスかどうかってことまで検証してなきゃいけないでしょ？うん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 、でしょ、はい、両方ね、イエスの方とノーの方、はい、両方ね、はい、
という時に事実がはっきりと確信を持ててない段階で政治的発言をするのはものすごい危険で、うん、逆にその事実が確信できてないから政治的発言をしちゃうっていう手もあるわけ。あの沖縄とか尖閣に対しての中国は、はい、あれは政治的な発言でしょ、うん、でそういうやり方もあるわけだ。もちろん我々は事実はっきりしてると言ってても、彼らは事実をはっきりしていないという立場をわざわざ貫いてるわけでしょ。従軍慰安婦に対してやって、よその国の人たちは事実はっきりしてるっていう立場を貫いてると思うけど、はい、少なくとも日本政府はまだはっきりしていないという立場を来てるわけじゃない、うん、でその中で政治的発言をするっていうのはものすごくリスキーで、俺は下手くそだと思う、うんうん、だから政権取ってからする話題であって、今は一切話題にしちゃいけません。いや、それがブレーンの隣さんとしてそう思ってたのに、うん、言っちゃったんですよ。もう僕らの先生が言っちゃった僕らの直属の上司としましょう言っちゃったんですよ。で、うん、最初のうちは隣さんの方が、ね、それまずいですよって言ったのに、 2,3 日はいやいや俺の言う通りで、はい、言っちゃった時の戦略は、うん、最初にそれに対して影響力のある発言を持つ人たちのところにご説明に行かなきゃ。はぁ、はぁ、はぁ。でしょ。俺だったら逆にすぐにアメリカ飛んだよ。今回、橋本さんアメリカ行くの辞めちゃったじゃん。はい。それはなぜかっていうと、批判が出てから行けなくなっちゃったじゃん。批判が出る前に、それこそ上院のその広報とかそういう人たちが言う前に、前にすぐにもうその日の便で関空飛んで、ワシントン DC 行って、すいません、私の本意じゃないんです、こんなことは、みたいな。だって、アメリカという国がどんだけこういった問題に対して過敏に反応するかってことはよく分かってるわけでしょ。それは日本人から見ると過敏だよね。でもアメリカにとってはそれ過敏じゃないんだよ。それで成り立ってきた国じゃん。アメリカの建国の精神じゃん。そうです。こういうことに関して過敏な言葉、建国の精神。そういう国だよ、それ、うん、そうでしょ。だって俺たちさ、あのプロテスタントと同じプロテスタントよ、はい、あのイギリス国教会キングジェームスバイブルと、はい、メイフラーのピューリタントのさ、ほとんど分かんないわ、うん、でもあの人たちは、うん、国を出て新しく作っちゃって、うん、戦争まで独立するぐらいこれ過敏なわけだから、はいはいはい、でそういう長い歴史の中の発言に組み込まれるわけだ、うん、この問題、うん、明らかにだって人権の話になっちゃうでしょ、うん、ヒューマンライツの話でしょ、はい、それはダメだよ、そういうまず、うん、でボスがしちゃったらボス、うん、申し訳ないって言って、うん、有名なあの言っちゃいけないらしいんだけど、女性で超有名な歌手の人が売れてる人ね、はいはい、もう朝寝坊でそれで素裸に寝てるんだって、うん、で事務所の人たち合鍵持ってるから、うん、そのまんまシーツにくるんで、でバンに乗っけて、うん、それでレコーディングとかコンサート行って中で服着てそれで化粧させるらしいよ俺はその側近から聞いたから、誰かと言ったらおそらくこれやばいからね、すごい有名な人ね、うんうん、女性歌手ね、はい、そんな感じで後で教えてください。スイーツに来るんでスマキにして、はい、それでジャルに乗っけちゃうわけダメだよ。あなたもいいけどワシントン、でワシントン連れてって、それでもうワシントン連れてって、でじゃあどんなことスピーチさせるんですか。行く間には何らかの方法で、はい、Wi-Fi スカイプかどうか知らんけども、うんうん、いっぱい補佐官同士で話話をしといて、着いた時にはもう要人に合わせて、うん、すいませんね、うん、日本の立場ということを我々政治的に表現しなきゃいけない、うん、政治的発言って言ったんであって、うん、かる。じゃあアメリカに説明するときは橋本さんが政治的に発言にしちゃうんだ。したのは例えばその韓国とか中国の要人が反日発言をするのと同じように、うん、国内向けのあくまでリップサービスなんですよっていう風に言い方も一つだし、うんうんうん、もしくはよその国たちの国内的リップサービスが日本の外交に強い影響を与えてるんで、うん、強い日本をこれから我々の安倍政権がって言ってくるわけだ、はい、我々の安倍政権が作っていくときに我々は政権を取っていないけど、はい、将来政権を取り、うん、そしてパクスアメリカーナの友人として我々は教育していくためにもなんかね、トヨシさんのやつはね現実的だけどねものすごくコンプレックスが刺激されるでも外交ってそういうものだから、まあまあ そうですよね、そのくらいのことは大統領補佐官たちに言ってあげてそしていわゆる5人ぐらいいるワシントン DC のジャパンハンドラーたちが逆に味方になるようにして、はい、分かった分かった、じゃあオバマさんにその話をしよう、うん、でごめんね、これあくまでも政治的発言なのよ、うん、でこれは強いアメリカを作っていくためにも強い日本はいるでしょ、うん、軍事的にも政治的にもみたいな形で持っていくんだったらまだ、でもそれはどうしても言っちゃった場合ね、はい、言う前は言っちゃダメだよ、これ大統領、うん、総理になるまで大統領になるのかもしれないけど、うん、あの橋本さんの場合は、うん、総理になるまでは言っちゃダメ、はい、こういう、こういう発言はね、万が一言っちゃったら、はい、そう言ってまず最初に飛行機でワシントン DC 行かないと、うん、さて本日の対談いかがでしたか。まずはあの橋本ボールさんがまだ政治家だった当時に引き起こした極めてセンシティブなトピックからスタートです。確かイヤーフの必要性に触れると同時に
沖縄に駐在している米軍の風俗店活用に言及、軍隊という組織一般における存在意義を主張していたと記憶しています。それゆえにその発言が単なる日韓の問題を超えて米国を怒らせちゃったわけですね。またあさってに決着する自民党総裁選の中で小泉進次郎候補が掲げている政策がかなりアメリカ寄りでジャパンハンドラーに操られているという噂を聞きますが、たった5人ぐらいの専門家に日本が飼いならされているなんてめちゃショックです。オタキング CH 管理人、岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。